今回はキックの、まあ、ワンポイントアドバイスということでやっていきます。でもこれもねよく相談受けるんですけど、こう蹴りに威力が乗らない、なんか強く蹴れないんですよねっていう、でそういう人の蹴りを見てると大抵このもう当たるところで止まっちゃってる人が多い。蹴りをこの当たるミットで、ミットのところでもう蹴りが止まっちゃって、ちょっと強く蹴って、はい、しっかり構えてます。はい、これだと、まあ、音はすごいし、威力も強そうに見えるけど、ここで威力が止まっちゃうんで、こう体重がしっかり相手に伝わらない、攻撃の威力が相手に伝わらないんで、しっかりこの当てるところで止めるんじゃなくて、この奥まで、背中側までしっかりこうグッと蹴り込んでいくように蹴ります。ちょっとそういう意識で、ここに蹴って。このようにこう80キロ以上ある自分でもこう50キロ台の50何キロだったっけ52キロです52、はい、の瞬の威力でこうバランスを崩すぐらい、まあ、そのぐらいしっかりね蹴り込めるように左の、MMA であればミドルをキャッチされるリスクもやっぱり出てくるんで、キャッチされるリスクも出てくるんで、まあハイなんかも非常にね有効です。まあ、このように相手の体勢を崩すような攻撃を出せれば、その後もね自分の展開を作りやすいんで、で危ないハイがあるなって思わせるのも非常にね効果的な。ということで、ぜひね、止めるんじゃなくて、しっかり奥まで蹴り込むっていうイメージで、練習してみてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。